はい、日本中の釣りファンの皆さん、どうも、はじめまして。世界で一番強いこの結び方、魚心ノットと名付けてますけども、めちゃくちゃ強い、最強の強度を出せる結び方を皆さんに伝えていこうと思います。この結び方をやればですね、もうあなたは二度とここで切れたり外れたり、そういうことがですね、なくなる。最強に強いです。じゃあ、そのどんなノットが強いのか。数多く結び方ありますよね、ノット。その中でも世界一強いやつ。それを今からゆっくり皆さんにね、やります。指導ですね、いわゆる、しますので、最後までじっくり見てってください。これ本当に強いですから。じっくり見てください。これめちゃくちゃ強いです。まずこうラインがありますよね。そしたらこれ一回、こう通します。まあ、簡単ですからね。簡単で一番強いです。絶対です、これは。絶対に最強です。日本一どころか世界一。一回通して、もう一回通します。ね。クリッと。通しますよ、こうやって。プーッとね。こうなりました。そしたら、こう、左手でこう持って、で、右手でこれを、このように、一回、二回回します。いいですね。そしたら、これを、この下から上に、穴の中に通します。そして、これを持って、ここにできた輪っかの穴の中に、戻します。ね。戻します。そして、この際、このラインを持って、キュッとこう、軽くこうします。そして、こっから、スーッと、締め上げます。クーンと。で、こっから重要なんですけども、こっちからだけ引いただけだと、ここで外れてしまうことが時にあります。なので、こちらでグッと引いた後に、今度こっち、これを上に、まあこれ歯で自分やりますけど、歯でここを持って加えて、両方から締め上げてあげる。ぎっちり。いきますよ。はい。クッと締まりました。今の、こちらが引くだけでは、強度は全く出ないです。はい。こっちで引いて、さらにこっちからも同時に締め上げる。なので、ここは歯でこう加えて、ギュッ、ギュッと締め上げる。これ、見えますか?こういう風な形になってますね、ノットが。ほら。このようになってます。じっくり見てください。この結び目。見えます?ほら。綺麗にシュッとなってるでしょ。こうなった場合、破断値が、もう、めちゃめちゃなことになります。強すぎる。指がちぎれるぐらい引っ張ってもこれ、取れない。で、両方からここが決まってるかどうかが結構肝なんで、ここのね、ここの部分。ここが決まってる場合、今みたいに綺麗に決まってますよね。そうすると、絶対切れません。ここで切れるということはないです。世界で一番強い。これは科学が実証している魚心ノット。いいですか?こちらです。ほら。見えます?この結び目です。これです。きっちり決まってますね。で、これは、実験してもらったらわかりますよ。なんていうの、機械でこうやってね、破断値機械っていうのがあるんですよ。で、これでぐーっと引っ張ったら何キロで切れるかっていう。うん。ここで切れることないですから。はい。ここの幹のどっかこういう傷がついてたらこの辺とかで切れます。はい。ここの結び目で切れることが絶対にない。はい。しっかり結べてればですよ。なので今回今の結びを覚えたら、もうあなたは世界最強のノット。それが手に入ったということになってきます。このノットです。魚心ノット。もう一回やっておこうか。一回ではちょっとわかんなかったっていう人もいると思うんで、ね、もう一回やっておきます。簡単なんでね、本当に覚えてみてください。すごい簡単で、世界一強い。いくよ。ありますね。ラインがあります。そしたら、この穴の中に、一回通します。ね。で、もう一回通します。ここで2サイクルになってますからね、あそこが。魚心のノットの部分が。で、こうしたら、ね、この状態で、このラインのここを右手で持って、輪っかを作る。1回。2回。ね。
この時3回巻くと逆に強度が弱ります。2回にしてください。そしてこの時下から上にグッと入れる、この輪っかの中に。そしたらこれを今度こっちのできた輪っかの中に上から下にこう入れてあげる。はい。で、この際できればこう湿らせてあげるのがいいね。うん。こう締めるときに摩擦で糸がよれてしまうことがあるんですよ。なので一回ここ舐める。軽くね。舐める。まあ、唾、もしくは水の中につけてもね、水分つける。で、水分つけてこうスッと滑るんですよ。水分つけると。そしてこっからキューッと引っ張っていく。キューンと。で、こっからが大事よ。クーンと締め上げてあげる。ほんで、右手で今引っ張ってるだけだと、これ以上締まらないんですよ。わかります？だから、この結び方で先日、茶貝夫山本さんがこれでね、釣りやって、ここが締めてないもんだから、こう引っ張るだけで。右、これだけでピッて切っちゃったもんだから、ラインブレイクしてしまった。ここで本当に重要なのは、こっち側、両方から、上下に締め上げるってことね。うん。いいですか？いいです。これ世界最強のノートですからね。こっちからも、グッと締め上げて、両方で締め上げる。クッと。で、加えてもいいです。グッと。で、両加えてやるわね。いくよ。クーン。クーン。完全にこう決まりました。見えます？ここ。ここの部分が決まってるわけ。クンと。締め上げられてるわけ。こうなると、絶対絶対に切れません。はい。両方から締め上げる。で、ここがクッと決まったら、あとは、この辺をこうってこうやってね、軽くこうやってちょこっと切ってあげて、もうこれで成功だと。はい、見てください。この結び目をじっくり見てください、これ。見えますか？ちょっと見えづらいですか？この結び目です。これです。クーン！ということで、はい、皆さん知らなかった人もいると思うんですよ。漁師結びだ、完全結びだね、二股結びだね、カリカリ結びとか、いろんな結び目があると思うんですけど、この、魚身ノットに勝る結び目ノットっていうのは絶対にないです。もしあったら、深く謝罪いたします。いいですか？これは科学の実験でやってほしいですね。うん。先日ですね、私 YouTube でゴロゴロ引きこもりなもんですから、実は。はい。家でね、YouTube 動画作るのが仕事です、私ね。はい。家で YouTube 動画とかを作ったりするのが仕事で、家で引きこもってぐるぐるしてたわけ。つい最近、1週間前かな。その時にですね、YouTube の方で東北の方のフィッシングショーか何かで、このノットの強度合戦みたいなのを生中継でずっとやってたんですよ。で、俺はそれをね、こうやってカタカタカタって家でこうやって引きこもるのが仕事のもんだから。いいですか？私は。家で引きこもってカタ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 ってやるのも私の仕事なんですよ。だから部屋に引きこもって外出るの嫌いですから、家でカタカタカタってやったら YouTube なんか、フィッシングショーがライブでやってるって、それ見てたら、その時に勝手に、その、結び目対決、例えば30秒でグッて結んでどうぞっつってみんなで機械でやられて、破断値が、誰が一番強度ができるノットかっていう、それで、優勝したのがこの魚身ノット。いいですか？データで出てますよ、もう。コンピューターのやつでやって、一番強いのがこのノットでしたよ。はい、対決やって。はい。いろんな釣りのプロの人がね、何十年釣りやってきた人よりも、某その若いなんか女性アングラーみたいな人で釣りなんかほとんどやったことない人が、この結び方だけ覚えてやったら優勝してしまったと。結束強度ナンバーワン。いいですか？これ魚身結び。だからあれもしかしたら魚身結び俺の動画見てからパクったかな。今俺そう思ってるけどな。あれな、この結び方は、あんまり俺も公開してないからな。過去に1回2回は公開したことあるけど、下手すりゃ俺の動画見て覚えちゃったかもしれないな、これ。うん。ということでね、もう確定しました。世界で一番強い最強ノット、魚身ノット、今の結び方。これ以上強い結び方ないです。はい。いやー、今日もいい仕事したわ。うん。特になんか YouTube で公開してね。あ、最後にルアー紹介しておこうか。これ。新商品のご紹介。これね。わかる？これ。わかる人はわかるよね、みんな、これ。じっくり見たの。ほら。わかる？これはなんと、レアリスのスピンベイト 72α。これですよ。先日、リュウガイ行った時に衝動買いしました、これ。うん、今までのスピンベイト何が違うのって感じなんですけど、
明確に違うんですよ。今までのこちらのスピンベイトですか、こちらレアレススピンベイト80、これ見比べてください。シルエットが全然違うでしょ、太さが太みが違うでしょ、ほらこれ全く違う、別物だから。 72α はね、長さが 72mm、 こっちは80だから 80mm だと思うんですよ。でこの場所、要するにフィッシュイーター、魚が食ってるそこに、こういう細身系のワカサギ食ってるとこにはこっち使うね。ちょっと低いバリタナゴ、うん、とかこういうイワシ系のね、ちょっと太いこういうモツゴ、それ系統を主食にしてるときはこっちが効いたりする。これね、じっくり皆さん見てください。これ今日も再生回数目当てでいっぱい動画作ってます、本当に。ここのとこね、毎日毎日バカみたいに再生回数目当てに、うん、正直言うとお金目当てですよ、こっちも。金目当てに動画作ってます、はっきり言うとね。あとは俺あれだな、うん、みんなでこれ見てくれてる人たちにやっぱ愛を与えるっていう、その最大の仕事、俺わかる？ボヤたちこの動画見ちゃった、ここまで最後に見ちゃったボヤたちわかる？俺やっぱみんなにやっぱ愛情を与えなきゃいけない、うん、そしてさらにこの動画をね、再生する回数が伸びることによって自分の懐も太ってくる、うん、いわゆる自宅にいながら外に出なくてもお金稼ぎ、お金儲けができちゃうっていうか、うん、再生回数目当てに今日も動画作りました。はい、こんな動画作ったら伸びるんじゃねえかって、あんな動画作ったら伸びるんじゃねえか、クリックされるんじゃねえかって、いろいろ研究してます自分もね、うん、もうこれで生活してますから、はっきり言いますけど、はい、YouTube 収益で生活してます、ここだけの話だから。もう自分も YouTube に、ね、頭上がんないです本当に、はっきり言うけど。ということでまたお会いしましょう。今日もいい仕事したわ、働いた働いた。最近ね、再生回数、いわゆるお金目当てで日本中の釣り師が金に踊らされて、釣り動画を、もしくは釣りに限らず動画をアップすることによって金儲けを考えちゃって、バカみたいに毎日みんな動画出してますけどね。まあ自分もその一派ということでね。ただ自分はこの動画からね、金儲けもちろんさせてもらってますよ、もちろん。これこの動画見てるあなたのおかげで私もお金入ってきてるわけ、このチャンネルも。いいですか。ただ俺はね、この動画見てくれてる人たちにね、いろんなこと指導していく、もう学校だよな、ここまで来たら俺も。ああ、いろんな指導、また俺のね、やっぱりあれなんだけど、逆にこっちが学ばさせてもらうっていう、ちょっと綺麗事になるかもしれないけど、俺がその視聴者からのね、視聴者様、まあ、の方々からのコメントで逆に気づかされる点もあるんだよな。ああ、まあただそれを含めてガラも俺んとか学校みたいなもんだよな。